はい、テッシーです。ファイナルファンタジー4続きをプレイいたします。バブイルの塔に向かって、4つのクリスタル、4つじゃない7個ですね。まあ4つっていう表のクリスタルの4つと、裏の3つですね、全部7つを奪還してこいというのが次のお題です。お題です。これだからこうしてこれでいいんじゃないですか。でカインとリディアを主力でいくと、でセシルもサポートに回る、そういった感じでいきましょうか。まあドワーフの斧がねまさかでしたよね。使いこなせるかなーって。素晴らしい。ここじゃなくてこっちか。ここですね。そのバブイルの塔への道もモンスター出たりすんのかな。怖いな。こういう系って怖いんですよね。なんかこの階段にいてここからがこの道だみたいな。で曲が変わらないっていうね。いきなり敵出たり。大丈夫か。まだ大丈夫そうね。大きな砲台あると気つけてと。ああここはなんかのために掘ってたみたいな感じなのかな。ちゃっかり宝はいただいていくと。いただきます、ジオット、本当に感謝してますから。強敵、油断するな。ほら出た。こっからが本番か。基地、まだ基地まだ基地だったんだ。なるほどね。バブイルにはゴルベーザーいなくても最強の四天王、火のルビカンテがいる。最強四天王だと。危なくなったら引き返せと。早い。なるほどね。この壺もしかして回復じゃない？よし、宿屋に泊まった意味お、まだか。まあ前回外でねちょっと戦いましたけれども、こっちでええんかな。うん大丈夫、知ってる。うわこれ、うわセシル強いわ。これ強いっすよね。ドラゴン行こう。で後ろからドワーフ斧のブーメランビューンってやれば強い卑怯だぞこれは。これはいいわ。よしでカインは飛んでるから関係ない。ヤンの HP を気をつければ大丈夫だと。素晴らしいじゃない。違う、こっちじゃなかった。もうちょっと手前まで教えてくれればね、地図。これ5人放り出されたんですよね、こっからよくわかんないところに。あこっちかみたいな。地図もらったのかな。そういうねところがね気になるな。まあセシルが地図もらって一応もらったんですけど、これどうやって見るんですかみたいな。ローザとリディアもちょっと地図の見方わかんない。でヤンがこっちでは中どうかって言ったら間違ってるみたいな。カインはもうちょっとね実は本当の道なんとなくわかってるけどちょっと立場上あんま言えないみたいな、ね、そういう感じで。でヤンをフォローしてあげるみたいな。まあ無理もないみたいな感じで。ここら辺は全て地形が似ているから無理もないだろう。まあレベル上げになるからいいんじゃないのかみたいな。そうであるな、かたじけない。あこっち、マジでわからんぞこれ、やばい。でこれでセシルがヤンをかばってあげればいいのか。これ完璧じゃないですか。
カインめっちゃ撃たれてますけど、タイタンでいいっすね。まあほぼ無属性、地属性ですけど大丈夫かな。地属性とかって4にはないでしょう、さすがに。どうなんでしょうか。40使えますからね、 MP これ。相当強いです。うーい、いいね。飛んでるやつ、あ、そうか、レビテとテラが覚えてたんですよ。ローザはまだ覚えてない。そう、レビテとかかってるやつには効かないですよね、当たり前ですけど。だからタイタンいいっすよね。186、リディアの MP が186のうち40使うっていう、強いっすね。お、なんかあって、おあって、そうっすね。そこか、戦車隊が引きつけるって言ってたっていうのはそういうことですね。後ろで100食らう、辛いっすね。まあここでテント張れば大丈夫っすね。ひょん、強い。ん、全然かばってないな、セシル、お前。いや、もう大地の怒り一本でいきます。強いもんね、これ。お、バイオ覚えた、いいね。もうバイオをあんだけ語りましたけれども、もうあんまり使ってないっていう。ティリリリリンだ、20使うんすもんね。だって結構ですよ、結構20って。使ってあげます。ちょっと早かったりするのかな、召喚より。いいっすね、1400。毒が弱点か、もしかして。余る。うわー、ええ、やり合ってる。うわー、やり合ってるってことか。ちょっと一泊。また一泊ここで。ファブールの時と一緒。ヤンの城が危ないっていう時と一緒。ちょっととりあえずみたいなね。これで、あー、リディアが完全。なるほど。MP がどんぐらい ?100?100 ぐらいしか回復しないんだ。まあ、それがテントの限界ってことね。なんだったら2泊するっていうね。全然余裕。ゴルベーザーがね、手こずってるから、2日しても帰ってこないと。社長が2日いないと。まあまあ、それでも問題ないけど、個人事業とかね、ちょっとちっちゃめの会社で社長2日いないって、ちょっと、んってなりますよ。おおおお。行きましょう。おお。曲、ゾットの塔と一緒？そんなわけないですよね。え、でも形は一緒ですね。もう2階になってるよ、これ。グリーンベレー大佐、どうしよう。カイン行くか。いや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 、セシルだな。ほう、攻撃が上がる、防御も上がる。あ、魔法下がる。そしたらカインの方がいいっすね、多分ね。防御下がるけどもあんまり意味ないからね。 OK、 ちょっと待って、左右気になるんだけど。おお、ほらほら、あった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 、氷の矢。
おー、矢がいっぱい置いてあるのかな、同じやつ。あれでも違う、クラウドパペット、こいつは違うよね。なんでリディア攻撃した。マリオネーターは一緒だけど作ってるもんが違う。いいねセシル、今の、そう今の、今の感じがいい。混乱しねえか、ドラゴン。まあイフリートでいいか、イフリート、シバ、ラムを、ここら辺を使っていけばいいですかね。まあこれ一回カバウやった後カバわないっていうのがよくわからんすよね。ずっとかばったままだったらそれでいいんだけども、なんで次のターン攻撃したらだってかばわないってなっちゃうでしょ。癒しの杖、いや魔法回復はセシルですね。よし、いいっすね、いいっすね。これにイフリートもったいなかったかな、今ちょっと思った。無知装備だっけ。攻撃でいいんじゃねっていう。でカインが落ちてくると、おーしおしおしおし。まあ言ったもんね、こいつはまだ可愛いと、まだこいつらだったらまだいいって。だとりあえず今のやつは召喚やめよう。よし行こう、氷の矢、なるほど氷で行けと、そういうことか。北極の風も持ってますし、っていうことはアイスブランドがあるんじゃない。そんな感じがするんですけど、どうかな。右側は、ああなんかあるね。ちょっとちゃんと取っていきたい。あーこうリディア最初になると一気に召喚で持っていきたいっすね。おっ、単なる無知にそんな効果が、素晴らしい。麻痺したストップっすもんね。カインが回ってこない、回ってきたけども、無知素晴らしいっすわ。麻痺はしないと。下のやつは動けないからね。うわあ麻痺解けた。まあ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 。クラウドパペット。マリオンでしたもんね。前の時のゾットの塔は。ゾットの塔って言いたい。ゾットの塔。ゾット塔。これが最後か。エーテル、おーし。問題ない、何の問題もない。やっぱ後ろ下げてると、まあ何なんすか120とか。元から1になる確率が上がるってことなのかな。かなり幅ありますもんね、だって。よし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 。わあ随分楽になりましたね。
リディアじゃない、まあ、リディアもそうだけど、回復、ローザの回復がすごいまだ余ってるよっていう安心感があるから、多分結構楽に思えるんだと思いますね。クロトカゲ、イフリート、シバーでよかったか、どうだか。いけるか。おお、分かれたね。よーし、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 よし。メデューサの矢。ああ、石化ってことか。ほう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 。いろいろ集まってきますな。石化をしてくるやつに石化ってどうなんですかね。目には目を、歯には歯をみたいな。ここは宝、魔物、うん、今はもう怖くない。合図やばそう。侵入者確認中。確認せんでいいっす。警報。おい、おー、ストーンゴーレム。こいつはサンダーでしょ。よし、白魔法、とりあえずケアルラかけとく。あっつあっつあっつとりあえずケアルラでよかったね。ちょっと待って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 、いやめっちゃ効く聖なるやつか。なるほどね。うわー強い。ちょ待って、なんなんこいつ、麻痺した。よし、2560霊気か。はあ、了解。じゃあ北極の風一回使いましょうかね。なるほどですね。ああ、だから氷の、なるほどなるほど、そこにつながるっていうことですか。了解しました。ケアル、ローザのケアルってどんぐらい回復するの。うわーすごい強っ。3倍ぐらいセシルの。いや、本格はやっぱり違いますね。本格白魔導士出てきたよこいつ。もうシバーでいいっすね。あ、ほら、あと4回しか使えない。これ含めたらもう残り、これ使ったらもう残り3回っすもんね。もう絶対大丈夫だから。フレームソードくれた、フレームドッグ。よーし、強い。いやー、召喚楽だわ、マジで。とにかくポーション買いすぎたな。ポーション買いすぎたね。大丈夫？使う機会ある？これテントとかだったらちょっと泣くんだけど、逆に大丈夫だと。猫の爪これ強いんじゃない。これはさすがに、うーん、猫なんだったかな。ちょっとまあ装備しといてあげるか。混乱すんのかな、猫になるとかかな。これ右側は、お、こういったカバーが良かったっすね。ブリザラでちょっと節約。うわー、フレームドッグ倒れん。カイン
カイン攻撃でいけるか。おお、まあまあまあ、なかなかいいね、いいね、いいじゃない。なんか槍の攻撃ってちょっと、うわー、やばい、回復しなかった。あ、大丈夫です、全然大丈夫。ジャンプしといて、違うやつ、こいつは分からんけど、ブリザラやっとく。くっそ、ゴーデムかと思ったんですけどね。ちょっとライブラしとく。ブレイズ、グッ、700、弱点なし。ブレイズが強かったね、ちょっと。うぅ、ジャッカック、回復か、そうきたか。はいはいはい、あと一歩、耐えれば勝つ。おし、大丈夫、オッケー。ふぅ、危ない危ない。あー、来た、ほら、アイスブランド、いいじゃない。せっかく、あー、そうか、そうすると体型変えないとあれか。伝説の剣、強い。まあ並び替えで、あ、違うね。あ、そうか、全員変えないとダメってこと。あ、違うよね、これとこうし、あ、こうか、 OK。 ちょっとセシル一番前持ってこうね。よし、こんな感じでいきましょうか。 OKOK。 まあこれでセシルもまあがっつり攻撃だと。よし、いくべ。おお、こっちが手に入れたな、のーのーアイスブランド手に入れたの分かったかのようなね、流れ。眠りに落ちた。あ、猫の爪は眠りですか、素晴らしい。じゃあ一体一体落としていきますか。あいつはもう寝てるから。おーし、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 おーし。確率が高いのかな、混乱より。強い。これ素晴らしいね。優しい。プレイヤーにとってすごい優しい。ちゃんと装備すれば大丈夫ですよって言ってくれてるんですよね。OK。でテラと違ってローザ回復、ローザとリディアがいるから大丈夫なんですよね。テラ一人で攻撃も回復もできなかったですから、あの時は。これは魔法なしでいきたいね、召喚もなしで。麻痺しない、逆に石化されていく。そっちじゃないんだよな。まあ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 、 OKOKOK。 セシルが、いやー、石化にらみはカウンターか、もしかして。テシルの攻撃の方が絶対背後入ってたもんね。コマンド入力早かったっすから。この上は何なんだろう。やばい、やばいの来たよ。なんかこれやばいんじゃない？これやばいよ、やばいよ、これ絶対やばい。眠りを絶対やばい、これ孵化したらやばいやつだよ。
こういうのもいいよね、 FF ならではというか、すげえ不安になるっていう。う、まずい。よし、わあ、まあだいたいいい感じになってきましたね。なんていうかまとまってきたというか、戦いが。うわー、セシル、バカな。あ、そっか、フレーム装備がまだ落ちそう。よし、来た。セシル狙いだったのか。なるほどね、深いわ。深いか深いかどうかわかんないですけど、よしよしよし、いいじゃない、上等じゃないですか。あとはもう、まあ結構いい感じで MP 減ってきてますんで、セーブポイント欲しいっすね、そろそろ。ん？ここの上にも行けると。ああ、はあ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 、ここに部屋がありの。ああ、なるほど、4階、こっちが本命ルートか、もしかすると。ちょっとくるって回ってこないとあれですね。宝箱が邪魔して、またいでいけよっていうねそんぐらいまたげるだろう。せめてなんていうか、カインだけでも、まあカインだけ言っても意味ねえけど。いや、でも孵化させたいね、今のね、敵ね。どんなやつが出てくるのか、それも気になるし。キラー、おお、キラーボー、強そうじゃないですかこれ。ファイヤーエムブレムではね、すごいですからこれ。必殺がね、プラス20とかプラス30になって、めっちゃ強いですからね、あれね。南極の風はどっちだろう。北極の風がブリザラでしたから、ブリザガなのかな。南極の風3では一番最初に手に入ってブリザラでしたよね。まあまあ、どっちでもええんすけどね。じゃあ言うなよ、だからなんだと言われた。まあそれ言われちゃったら終わりなんで。不意打ち、まあ攻撃で。強いっすね、相変わらず。よし、カインが優秀。なんつうか、一殺できる、絶対に一殺できるっていうのが大きいっすね。その代わりメンバーにダメージが入っちゃうけれどっていう。よしよしよし、ちょっとここらからポーション使いますか。何かの時のために MP は取っておきたいっすもんね。急にボス戦とかね、そのやっぱりストーリーに力が入っている、前の動画で言いましたけれども、急に始まるからね。あ、そうしましたら次回まだね、続きの動画を上げますので、次回もぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただけるとね、新しい動画上がった時にポンと出てくるはずなんで、よろしくお願いいたします。では次回もお願いいたします。テッシーでした。失礼いたします。